さあラスト、いけ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 、頑張れ。さあタイムがどうなる。お疲れですね。よく寝ましたよ。出るんです。出る側に回っちゃったね。ベスト46秒3とかですか。そうだね、雰囲気はそんな感じかもしれない、はい、PB は50秒1。エコパスタジアムのサブグランドにサブグランドですね、はい、いるんです。もう小学生たちがリレーのアップをしてて思いましいですね。そうですね、小学生の子供たちがリレー終わった後、小学生たちの種目が終わった後の12時からお兄さんたちの前座、まあ、今回マスターズの世界記録を目指すという目指すところですよね。目指すというところ。もう一度改め説明すると、2走が11連覇の金丸さん、はい、2走が当初の予定だとテグ代表の吉田和明、3走がペガの日本記録保持者の根田正人、アンカー鳴らし虫チャンピオン俺、はい、お兄さんがアンカーでタイムが見れると、彼ら的には面白いんじゃねえかという。なるほど。よくないのはもう面白がってる大人がね多すぎる。グランプリ国際試合ですよ。いやのそこに高橋さんが力でこのマイルのねじ込む、素晴らしいな。見どころはその、まあ、世界記録を目指すというところと、はい、引退してた金丸さんが今回金丸さんも結構気合入ってます。気合入ってて、というのと、もちろん横田さん、吉田さんの走りもそうですが、お兄さんがラップがどのぐらいで回ってくるか。ラップタイムが想定皆さん49秒5を切ってくると、うんうん、一応世界記録ペース。そうじゃ、改めてタイム何秒でしたっけ。3分17秒8。結構早いんだよ、はい、まあまあ世界記録ですけど一応日本記録いっときます。22ですね。どんだけしくってもそこは絶対出したい。まあ行きたいっすね、はい、おじさんだから。アベレージ何歳ぐらいですか。アベレージ35。でもさ、35歳にもなってさ、陸上楽しいって言うのいいよね。いいっすね、最強のかけっこしてくれてますね。僕もお兄さん49切れることをちょっと期待してま す, す、ね、やっぱ練習いい感じっていうのは、ね、やっぱ僕は見てるんで、はい、楽しんできてください。はい、まあ、これからまだまだ出演するので、はい、チームメイトたちを。そうですね、まず待って、きびだんご私に関係ない。きびだんごについてきてくれるんですか、代表。仲良しだから。チームメイトその1。おはようございます。お久しぶりです。なんでですか、金丸さん。緊張。何年ぶりですか。3年ぶり。金丸さんと吉田さんがアップに行きました。お兄さんもそろそろアップですか。アップのための緊張を始める。横田さん何やってます。横田さんは今スパイク探してるんだけど、はい、俺が旗から見てる限り焦ってるように見えない。のんきに携帯いじってますもんね。なんとかなんじゃねみたいな。いや、ああいうメンタルってやっぱすごいよね。俺小心者だわ。これでなんとかなるんだと思う。そういう保守のもとに生まれてんだよね。本当に何してるんですか。本当に一番なんかそういうのしなさそうな感じじゃないですか。状況を説明すると、横田さんが持ってきたオンのスパイクが短距離のスパイクだと規定以上ってことなんですよね。25ミリアーツらしいんで、こんな形でオンのスパイク紹介すると思わなかった。ダッシュで行こうぜ。マジっすか。1年前ぐらいのスパイクなんていいですか。いいですか。26センチです。マークしろって言われてる。オンさんに怒られる。何文句言ってるんですか。モザイク、モザイクかけてる。モザイクかけて。いやいや、横田さんに入ってもらって。すいません。ありがとうございます。モザイクやったやばすぎ、いろいろ。あの金丸さんが俺がエースじゃないって言いました今、お兄さん。人生でエースじゃなかったことないと思う。確かにな。高瀬さん VS 金丸さんの一走、熱この勝負。最後勝負したらいつですか。明日明日。2012って今おっしゃってませんでした。オリンピックとか、はい、いいぐらいだろうから、うん、そうだね。やば、熱すぎる。一瞬勝った。金丸さんに勝ったって。うぜえ。11回勝ってる男に1回ペッて勝って。熱くなっちゃダメだ。自分の走力をかけて。年取ってからの400はそれが怖いって聞いてるから。なるほど。熱くなって300も飛ばすとラストマジでビタマン。なるほど。冷静な金丸さんの走りを。金丸さん、プライムスピード2なんですね。イエス。なんかいろんなスパイク履かれてるってツイッターでおっしゃってましたよね、うん、学生にやっぱ滑るためにね、はい、自分で履いて情報を得ないと。どんな感覚ですか、プライムスピード2。簡単に、まあ本当、はい、マックスライと SDX の中間って感じ。ちょっと癖がやっぱあるから、これに慣れるまでは
ていう感じなんだけど、前の黒色の MSP2 よりも新しい方が若干クッションが柔らかくなったんじゃないかなっていう、よりちょっと履きやすくなってるなっていう印象。そうなんですね。僕あんまり好きじゃなかったから。あ、本当ですか。うん、僕今黒履いてます。より短距離的な感じがして、その100とかにはすごいいいんだけど。なるほどなるほど。400ってなるともうちょっと柔らかい方が使いやすいかなと思う。ちょうど良くなってるかなっていう印象。吉田さんの方がマックスライですね。マックスライ、まあいいですね。新色よく入手できましたね。黒色のやつも海外から取り寄せたけど、はい、最終的に履けず忘れて。スパイク代だけで10万ぐらい使ってるよ。大丈夫ですか。お尻をちょっとこれ刺激入れてるんですよね。そうそうそう、ちゃんとこう、はい、力が入る、転筋が使えてないの、はい、大人はこう器具に頼る。いやでもマジいいですよね。いやマジで伊藤忠さんマッサージですか。そうそうそう、絡み方がガチっぽいっしょ。肩切ったの。おー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 。いやエコパの髪風ですか。風ちょっと強いですね。いや大丈夫、中は吹かない。そうなんですか。あエコパの中は吹かない。マイルは富士通の時も。あ、そうか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 。でもいつぶりなんだろう、引退した時走ったかな。あとしても16年だから、ほらスパイクの規定忘れちゃう。長距離だから。マラソンだから。お兄さんガチバラバラじゃないですか。やばいね。お前そんなもんじゃない。ウェース。10万人限界突破記念。どういうですか限界。ありがとうございます。ダッシュで行こうぜ。ちょっと一言だけください。何でもいいです。語らないのよ。走りで見ろってことですね。このメンバーに入れただけ幸せなんで。いやいやいや、世界記録目指して頑張ります。頑張ってください。はい、死ぬほど緊張してます。とりあえず緊張して走ってきます。はい、いってらっしゃい。集中してる。最後にそれにじ込まないでください。丸と吉田と、どちか大西ともバトンつなげると思ってるの、はい、それだけで嬉しいですけど、大西に夢をお願いします。叶えてもらいます。いってらっしゃい。すごい。外めちゃくちゃ風強かったのに、今もう風ない。本当に風吹かない。横田さんの言うとおりですね。エコパの地に大西団長が舞い降りてます。まもなくですね、緊張してるのか、世界記録チャレンジ。まあちょっとチームは違うんですけれども、ご紹介になった今アクセルトラッククラブに所属している中瀬さんも走ります。あ、ちょうど金丸さんもいらっしゃいました。金丸さん VS 高橋さんの一走の勝負が見られる。プラス陸上ファンの皆さんでわかるかな、一走といえば金丸さんのネマルダンスが見れるかもしれません。引退してからね、3年ぶりに、約3年ぶりに走る金丸さん。そして後ろにいるのが吉田さんですね。こういう形でレースがスタートしていきます。こっちもね、3人はね、やっぱなんか余裕そうなんだよね。緊張してるとか言ってたけど、やっぱ余裕そうなんだけど、心配なのが、うん、団長ね、うん、心配。ほら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 、緊張してそう。チーム名金丸世代だったんだ、知らなかった。1988世代出場チームに高橋さんがいます。その他にも静岡大駿河衛士チーム3オープンですけども、ちゃんとした公式記録になりますのでね、これ皆さんご安心してください。金丸ダンスが見れるのか。5レーン金丸さん、6レーン高橋さんですね。この勝負もかなり見どころになってます。始まります。3年ぶり、あんま大きい声出せないけど、さあ始まりました。マッサージ35世界記録チャレンジ、3分22秒ちょっとと、日本記録がね3分22秒なので、そちらの記録も非常に注目になってくるかなと思います。さあ前半いい入りです、いい入りです。高橋さんも結構落ち着いたペースで、皆さんしっかりためるレース今回やっていくのか。さあ金丸さんといえばね、ラストの粘り強さが強いところですから。さあここ、お金丸さん来た。
さあ来ました、羽丸さん来た、高橋さんも頑張れ、羽丸さん強い、羽丸さん来た、羽丸さん来た、いいぞ、高瀬さん VS 金丸さんは金丸さんに軍配が上がりそう。さあそこからお金丸さんいいぞ、タイムもどうだ、48秒49、切ってきた、すごい。さあここで2走横田さんです。横田さん練習めちゃくちゃ強いですから、でも横田さんは前高さに負けましたけれども、ここもしっかり48秒から49でしっかり持ってくるのか。でも横田さんはねスタンディングからのスタートが速いんで、わいいね、落ち着いてる、めちゃくちゃ落ち着いてる、うん、大丈夫、いい、それいい、いいね、ラスト効かせる方がバトンのつながりもめちゃくちゃ良くなるので、かなりレース展開うまいと思います。さあここで上がってくるのか、いけ横田さん、いけ強い、いいぞ、強い、横田さん強い、完璧のレース展開、完璧な。さあ3走ここで吉田さんが行きます。大西さんに渡すときに2分27秒を切っていれば、大西さん50秒で世界記録達成というところになってきますが、吉田さんもね、5月にちょっと怪我をしてしまったんですけども、そこから復帰して、もう今も素晴らしい走りをしているというところでございます、うん、いやもうねツイッターとかでよく吉田さんのすごい練習の強さの動画がよく回ってくるんですけれども、いや今生で見ててすごく感動します。非常に素晴らしい、いい出て垂れない、一切いい、強い。さあラスト頑張り、吉田さんラスト頑張れ。さあ会場かなり盛り上がってます。さあ大西さんに渡る時のタイムは何秒なのか、ここでかなり注目になってきます。大西さんに渡った時のタイムが28、さあこれ大西さん49で帰ってくれれば世界記録達成、そういう形になってます。さあいけるか、落ち着いて大西さん、固まらないで、緊張しないでゆっくりいきましょう。さあ大西さん落ち着いて素晴らしいバトンをもらって、おいい、落ち着いてる、いいぞ、落ち着いて、ラスト、可能性は、いい感じ、さあ、そこから効かせすぎる、あー、来た、いけ、ラスト、頑張れ、お兄さん、ラスト、いけ、いい、効いてる、頑張れ、さあ、ラスト、いけ、頑張れ、さあ、タイムが、ゴール、うわー17秒9でどう、ギリ OK、 ギリダメ、完璧なレース展開じゃないですか。でまず日本記録は達成ですね、確実に。いやおめでとうございます。多分日本記録を4秒から5秒ぐらい更新してます。いやすごい、いやでもすごいわ、かっこいい、おめでとうございます。お疲れ様でした。横田さん、なんか辛そうっすね。皆さん、ラップタイムも把握してるんですか、自分の。金丸さん、どんぐらいだったの。はー、早い。フラットで。で、2走、横田さん。9秒7。おー。いや、なんか8秒ぐらい狙ってますでしょ。吉田さん。8秒6。おー。で、お兄さんが。守りに行った。本当お疲れ様でした。かっこよかったです。お疲れ様でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。